ああ、固い固い。共に戦おうという話をするのに、そう構えることはない。そうでしょ、周遊殿。ふん、そうだな、ロシ君。諸官には目を通した。なるほど。劉備殿にも我ら孫吾にも意のある話だ。曹操の勢いをくじき、時を得る。そこに我らの利害は一致する。だが、それが全てではあるまい。 例えば、我ら孫吾とは違い、劉備殿には寄って立つ地がない。それこそがあなたの狙いではないのか。まあまあ、全てを語るなど無理なこと。ならばそこには触れずにだな。<笑>だが我ら孫吾としても この同盟は望むところ。決戦の地は赤壁。我らの地雄をもって曹操の大船団を沈めるのだ。 大家督、周瑜。この一字の命名どこまで読まれているか。いいえ、今はこれが唯一にして最善の道。全てはこの一戦の勝利から始まるのです。 南方より曹操軍が上陸。祈祷所に向かい進軍しています。祈祷所が狙われているのか。諸葛亮が危ない。急いで助けに行かねばな。承知しました。諸葛亮殿も竜兵殿も私がお守りします。諸葛亮、エフスカ、ありがとうございます。また参る。 では、これより祈祷の間、祈祷の間、何ともいいだろう。戦うり。 貴様と戦う日を楽しみにしておこう。
鮮やかな引き際ですね。芝中断。ホームに置きましょう。先ほどのもの、ジョジョの名を口にしていました。ならば、本島の方も危ないかもしれません。敵の船を伝い、敵船団に渡りましょう。宝刀を助け、連艦の計を成立させます。さすがです。その調子でお願いしますよ。家計を成すために必要なのは二つの布石。それがトンブラの風と連艦の剣です。連艦報道が任されていました。果たして、おお、ちょうどいいところに。ちょっと助けてくれんかね。されているか。ここは一度引かせていただく。いや、なんでか上昇が曹操軍にいてね。連艦の兵、大事なことを外されちまったよ。わかりました。ジョシュを退け、連艦の計を完成させます。いざ参る。すまない、今の俺は曹操軍の将。君を通すわけにはいかない。劉備殿に口でするとなぜ。ジョシュ殿、そこを解かれよ。なあ、俺は未熟だ。やっぱりどこかで気の迷いがある。この船を使いましょう。連艦の計は完成です。よし、諸葛亮らの準備は終わったようだ。家計戦行け。やらいでか曹操軍よ。我らが闘志の炎を喰らえ。船に火が。やっぱり我らが情けないね。助かったよ、ありがとうさん。おお、いいね。その調子で頑張んな。まずいぞ、船が離れないから風で燃え広がる。ここまでの計算。さあ、あとは曹操を倒すのみ。いざ参る。おお、なんとも勇ましき戦ぶり。侮っておったわ。退却せ、船を出せ。曹操は逃げた。急いであの船を追わなくては。そういえば、ジョシュはどうしたの。あきならばどうだ。彼は自分から逃げようとはしないはず。おそらくまだ戦闘に残っているでしょう。遠慮、孫権軍の関東殿が曹操を足止めしています。さすが曹操、自由に隙がありません。さあ、私たちも急ぎましょう。殿、ここは私が引き受けます。どうかお逃げを。投了か。すまん、あとは頼んだぞ。ジョシュ殿、早くお逃げを。劉備殿があなたを心配しておられます。劉備殿が
裏切ったと思われても仕方ない俺のこと。分かった。ユービット、どうか無事にここを出してくれ。曹操の大河にはすでに手を打ってあります。今は目の前の勝利に専念しましょう。この炎こそが劉備殿の道を照らすかがり火ですね。さあ行きましょう劉備殿。次の戦はすでに始まっています。え、もう行っちゃうの？ああ、すまない諸侯殿。いずれまたお目にかかることもあろう。劉備殿。おお、上昇か。あの日劉備殿と共に深夜をかけ、今曹操の陣からこの石壁を見た。俺は自らの心を欺いていました。俺があるべき場所はここなんです。孔明のように策の実現に徹しきれない俺は甘い人間です。けれど、俺を使ってください、劉備殿。俺もあなたの道を照らし、一緒に。ようやく言ってくれたな。待っていたぞ、ジョシュ。私と共に歩んでくれ。